はい、どうもクマです。ドラクエウォークやっていきたいと思います。今回はですね、暗黒の使い今日ということで、やっていきたいと思います。まあ、やっぱりですね、守り人の仁王立ちが強すぎるということなんですけども、今回、この暗黒の使い今日、これですよね、会心ガードやってくるんですよね。見事な銀河の剣潰しというかね、メラの耐性もありますしね。で、あとはこう厄介なのが石化ね、石化してくるので、そこだけがちょっと厄介だなという感じなんですけども、やっとですね、今回バギムーチョ裁きの紺が光る時が来たんじゃないでしょうか。皆さんどうですか。仁王立ちをするんだけども石化されちゃ困りますよね。っていうことでですね、まあこういうメドローは打ちながら大神官に回ってきました。こいつがですね、キラキラポーンですよ。これです。これで仁王立ちをしながらも石化を受けても大丈夫という感じですね。まあ、これからもですね、こういうモンスターがきっと出てくるはずなんですよね。守り人の仁王立ち潰しといいますかね、状態異常をしてくる敵がこれからも出てくるはずなので、このキラキラポーンはこれからもきっと生きていくはずなんですよね。さあ、ここからはもうこっからはバギムーチョを打ちつつ、守りの盾というかね、守盾効果がなくなりそうだったらもう一度キラキラポンかけてと。で、守り人はひたすら仁王立ちという感じですね。あとはメドローワと、ジバリーナか。ジバルンバですね。ジバルンバ打っていくと。あ、こっちごめんなさい。メドローワでしたね。はい。メドローワを打っていくと。もうこれで終わりでしょう。ちょっと HP はね、高いと思うんですが、もう本当にこれだけで、もう4ターンは、まあ、4ターン以内にきっと倒せると思うんで、やっぱり仁王立ちがめちゃくちゃ強いですね。唯一の弱点であった、この状態異常も引き受けてしまうっていうね。眠っちゃったらダメとかね。眠ってしまったりとかね。まあ、今回の石化だったり。キラキラポーンでクリアしていくと。まあ、変な話、一旦目から守りの盾やればいいだけの話なんですが、まあ、初手から仁王立ち使いたいっていう方は、裁きの紺ぜひ使ってください。バギムーチョもね、打てますんで、攻撃しながらね、補助ができるっていうのはね、いいことですよね。他にない武器ですから、これに関しては。他の人に守盾効果をつけるっていうのはね、ないですからね。さあ、もうオレンジ。やっぱメドローは強いっすね。メドローは強い。まだまだ使える武器ですね。無属性で。全部引き受けてくれます。もう次のターンぐらいで倒せないかな。いやー、守り人で、これですよ。これですよ。石化しても、守盾効果があるので、石化を受けないと。さあ、メドローは、どうだ ?K1万。暴走があんまりやってくんないの。山彦。メドローは、お、暴走ありましたね。K2 万3000。さらに山彦。飯島2000、オッケー、倒せましたっていう感じで、仁王立ちやってればね、勝てるかなっていう印象でしたね。はい、裁きの紺ぜひ使ってみてください。はい、今回のね、動画は以上となります。それじゃまた。